皆さんこんにちは。1998年1月にメジャーデビューし、圧倒的な歌唱力と聴く人の心を魅了する歌声を持つMISIAさん。2001年にリリースされたエブリシングは、当時の人気ドラマ大和撫子の主題歌となり、皆さんも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。今回は今や日本を代表する歌姫となったMISIAさんの本名や結婚、離婚、子供、病気などについて迫っていきたいと思います。MISIAさんは1987年7月7日に長崎大村市で生まれました。父伊藤慎一郎、母伊藤雅子、兄伊藤大樹、姉詳細不明の4人家族で、MISIAさん以外のご家族は皆さんお医者様だそうです。現在もご両親とお兄様で福岡県東区にある医療法人青葉クリニックを経営しています。MISIAさんの本名は伊藤美咲さんというお名前ですが、MISIAさん本人や所属事務所は非公開としています。ではなぜ本名が特定されているのか。特定された理由として、学生時代を知る人やファンの方から情報が漏れた卒業アルバム等、国際活動の際に本名を使用した、過去に本名を公開していた、フワちゃんがラジオではっきりと話したなどがあります。特に最後のフワちゃんに関しては、2021年4月のラジオ放送にてMISIAさんの本名を連呼し、MISIA本名は伊藤美咲というそうです。おもろーと絶叫したそうです。これらのことからMISIAさんの本名は伊藤美咲さんで間違いはなさそうですね。ちなみに芸名のMISIAの由来はいくつかあるようで、オーディション時のデモテープにそう書かれていて、そのまま由来となったアジアの方々にも音楽を届けたいという思いに本名の美咲の M を足した、美咲という名前をもじってMISIAと名付けたと、真相ははっきりしていないようです。MISIAさんは4歳でピアノを始め、9歳になる頃にはコーラスをしていたそうです。福岡県のある霞ヶ丘高等学校在学中に映画「天使にラブソングを」やミュージカル「ママ I want to sing」に影響を受け、黒人の方からゴスペルのボイストレーニングを本格的に指導を受けました。MISIAさんは在学中にもさまざまなオーディションを受けたり、レコード会社に書類を送ったりしていましたが、何度も落選したそうです。その後福岡県にある西南学院大学へ進学しましたが、大学1年生だった頃、九州朝日放送主催のシンガーオーディションに参加しました。当時ディレクターだった依田晴雄さんの目に留まり、メジャーデビューが決まりました。そのため大学1年生時に西南学院大学を中退し上京をしました。その後1998年にファーストシングル「包み込むように」でメジャーデビューを果たしました。1999年に初のホールアリーナツアー「ザ・ツアー・オブ・MISIAを開催し、2004年には女性ソロアーティストとして日本初の5大ドームツアー完全制覇を達成しました。2012年ではアメリカワシントン DC にて行われた全米桜祭りの開会式に出演し、日本大震災に際しアメリカから寄せられた多くの援助に対するお礼のメッセージを送りました。同年12月31日第63回 NHK 紅白歌合戦に紅組特別出演歌手として初出場を果たしました。2021年では東京オリンピックの開会式にて君が代を独唱しており、国内外問わず世界でも認められている存在といえます。愛の形フィーチャリングヒデ・グリーン、会いたくて今など多くのドラマ主題歌や CM などに楽曲が起用され、人の心を魅了するMISIAさん、プライベートの方は一体どうなんでしょうか。MISIAさんはプライベートを一切明かしておらず、真相は分かりませんが、ネットでは結婚をして子供がいる、離婚調停中など多くの噂が立っています。噂が立った理由には、愛をテーマにした楽曲が多い、本名伊藤美咲のせい、愛用していた指輪などの理由があるそうです。愛をテーマにした楽曲ではデビュー当時から愛に関する楽曲が多く、2018年リリースの楽曲「愛の形」では、愛にはさまざまな形があり、互いに長所や短所を埋め合い、互いの愛の形を理解し、より大切な存在へと
変わっていく、そんな思いが込められた楽曲に対し、ネットでは結婚し子供がいるのではと話題になったのではないでしょうか。ミーシャさんの本名伊藤美咲は、女優でモデルの伊藤美咲さんと同姓同名です。伊藤美咲さんはドラマ「電車男」で人気となり、2009年に共学産業の2代目である榎本義則さんとご結婚されています。ご結婚された際にミーシャさん宛に祝報の電報が届いたそうです。このことがミーシャさんが結婚されたと噂が立った理由かと思います。またミーシャさんには長年ずっとつけていた指輪があったそうです。ミーシャさんは過去のインタビューで指輪に関して、その悲しみから逃れたいという気持ちと、悲しみから逃れたらその人のことを忘れてしまうという恐怖があったんです。でもちゃんと死というものに向き合わなきゃダメだと思って、心の中に愛おしさだったり笑い合った思い出は忘れたくないとコメントをしており、過去に大切な方を亡くしたことを公表していました。またこの思いは2007年リリースの楽曲 Stay in my heart の歌詞にある、いつかまるで指輪のように心の一つになるの、この胸の痛みも愛おしさもにも込められています。この歌詞の部分に対してミーシャさんは、指輪って常につけていると、つけていることを忘れてしまってふと思い出すことありません。思い出もそんな風に私はふと思い出すことがあるんです。その時に指輪と思い出は同じなんだと感じたんですとコメントをしています。大切な方を亡くした経験があるからこそ、ミーシャさんが歌う楽曲には人の心に語りかけ心動かすものがあるようですね。そんなミーシャさんは2017年3月2日に公式サイトにて急性肝炎のために一時入院していたと発表しています。急性肝炎とは主に肝炎ウイルスの感染が原因で起きる急性の肝機能障害で、黄疸、食欲不振、吐き気嘔吐、全身倦怠感、発熱などの症状があります。このことが原因で同年3月11日に開催の東日本大震災復興支援ライブの出演を断念しています。ミーシャさん本人からの直筆メッセージには、ライブ出演の断念に至った経緯や東日本大震災の復興を願う思いが書かれており、多くのファンからミーシャさんの体調回復を願う声が多く上がりました。3月15日には退院をされていますが、3月下旬に開催予定であった鹿児島のコンサートは休養のため延期となりました。4月4日 NHK FM ミーシャ星空放送のラジオにて完全復活し、ミーシャさん本人から休養中にもらった応援メッセージやリスナーへの感謝の思いが語られました。また2020年11月には TBS 系ニュース23の取材中に、落馬し胸椎棘突起骨折で全治6週間の診断を受けていました。この怪我により同年12月5、6日に神戸、大阪で開催予定であったライブは中止となりました。この事故に関して TBS は、取材クルーの動作や機材の存在が刺激を与えることになったのであれば誠に申し訳なく心よりお詫びしますとコメントをした。翌月12月11日には仕事復帰することを所属事務所が公式サイトにて発表し、ミーシャさんは皆様へと題し、この度はファンの皆様、関係者の皆様には、私の怪我の件でご心配ご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ございませんでした。おかげさまで怪我の方も回復してきており、無理をせずに少しずつ歌っていきます。何よりも1ヶ月にわたる療養中には皆様からのたくさんの応援メッセージにとても励まされました。本当にありがとうございましたとコメントをしました。過去の辛い経験と向き合い、音楽そしてファンを大切にしてきたからこそ現在のミーシャさんがあるように思います。これからも素敵な楽曲で多くの方の心に愛幸せを届けてくれることを期待しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。